はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラゴンクエストトレジャーズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、コインが集め終わりましたので、使ってみようと思います。このコインですね。デビルウェポンコインです。9個装備してます。これの能力が、モロハの剣。ダメージアップするんだけども、自分もダメージを受けてしまう、そういうコインですね。でも、まあ、ダメージが上がるならば、まあ、ある程度攻撃をして、で、回復してくれれば大丈夫でしょう。どれぐらい攻撃力が上がるのか、見てみますね。それでは、ギギーラ行ってみましょう。行くぞ。ちょっと待て。ちょっと待て。なんだこのダメージ。いや、これは良くないぞ。これは良くない。むちゃくちゃ食らうじゃん。いやー、あれはね、無理です。無理無理。うん。9個つけてるならば、反動ダメージが9回来るみたいなんだよね。うん。あれ、9個つけても1個つけても1回しか来ないと思ってたら大間違いだった。9回全部反動をもらうので、一撃与えるたびに100ぐらい HP 減っていくのよね。あれはね、主人公じゃ無理。ということで、このモンスターにつけようと思います。ボルカギガースだね。ボルカギガースが、特性で奇跡の拳を持ってるんですよ。攻撃のたびに HP が回復する。これならば、いいでしょう。うん、あ、こいつ5個持ちですね。うん、これならいいんじゃない?で、しかも、MP が思いっきり上がるので、アタッカーとの相性はいいのよね。で、器用さも上がって、会心が出やすい。うん。こいつにつけるのが正解なのかな?行ってみます。それではやっていきましょう。見ようかな。回復を一応用意しとこうか。いつでも回復できるように、ベホイミぐらいを。どう?あ、やっていける、やっていける。うん、あ、回復する、回復するよ。うん、あ、減るとき、おいおい、すごいね。おうおう、あ、ダメージね。あー、ちょっと待って。大丈夫か?あはははは、やばい。これはやばい。うん。確かにね、ダメージはね、出るには出るんだけども、反動でね、やられることがあるね。あー、運用が難しい。もうこっちは、回復だけに専念するといいのかもしんないね。うん。こっちは攻撃せずに回復だけすれば、まあまあ、いけそうな気もするよね。いけ!おー、でも、いや、でもさ、これ普通に会心と、会心強化を、おい、多めに入れてった方が、強くない?いやー、こんだけさ、反動ダメージもらうんだから、もうちょっとダメージ出ても、いいんじゃないの?いや。こりゃ厳しいわ。ちょっと思ったのと違うな。大暴れ。どうだ?もうちょっとダメージ出てくんないかな。これ俺が普通に攻撃した方がマシだもんね。いやー、ちょっと厳しそうですね。俺が装備するのもいまいちだったし、仲間が攻撃するのも、やられちゃうので、いやー、このコインはちょっと失敗です。戻ってきました。今日はですね、この装備、デビルウェポンコインを、ちょっとね、集めちゃったんだけども、
いまいちだ。いまいちだ。これ、反動ダメージ受けるんだから、もうちょっと、ダメージアップしていいと思うんだけども、そんなにね、なんだろう、会心強化ほどの攻撃力アップはないので、もうちょっとこう、変えてほしいかな。いや、リスクをだいぶ取ってるわけだからね。それならば、一発で、3000、4000ぐらいのダメージ出してもいいんじゃないですか？これは、今現状じゃ、ちょっと微妙な感じでしたね。確かに若干ね、若干っていうかまあ、攻撃力は上がるんだけども、この反動ダメージには見合ってないですね。それならば、会心強化を5個ぐらいと、会心率アップを4個ぐらい入れた方が、まだ、ダメージは伸びる感じですね。まあちょっと今後に期待ということで、いいでしょうか。デビルウェポンコイン集めようかなと思った方は、まあ一応集めていいと思うんですけども、あまり期待しない方がいいかもしれません。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。